普通のお母さんと普通のお父さん。だけど僕は普通じゃない。だって僕には触覚が生えてるから。ごめんなさい、普通じゃなくてごめんなさい。ムカついた。必死な誰かを貶めるやつも、周りで黙ってるやつも、俺は理由もなく人を嫌ったりしたくない。授業の復習を兼ねて小テストをする。後ろの席に回していけ。初めての授業に初めてのテスト。手を挙げることが迷惑でも、テストは誰にも迷惑をかけない。焦らなくていい。許されることからゆっくり進めていこう。僕は今あんなに夢見た。学校にいるんだから。配り終えたな。先生、僕のところまだ届いてません。みんな始めていいぞ。そんな、僕はここにいることすら許されてないの。悲しいより悔しいより、お父さんに申し訳ない。すまん、寝てたか。いいよ、無理しなくて。いや、ここまでは今日やろう。無理しないでよ、体壊れちゃうよ。心配するな。お前の登校日までにクラスの子たちと同じところまで持って行ってやる。そんなの必要ないよ。どうせ的になりに行くだけなんだから。確かにそうかもな。でもな、もし勉強が苦手な子がいたら教えてあげられるかもしれないじゃないか。もしテストでいい点取れたら先生が褒めてくれるかもしれない。いつか、いつかそんな日が来る。それを考えたらどれだけだって無理できるさ。ユキト、頑張れ。お前が頑張ってきたことも、頑張り続けてることも知ってる。それでも頑張れ。その代わりお父さんもお母さんも頑張るからな。先生、テストください。お前はテスト受ける必要ない。なんでですか。クラスのために作ったテストだ。お前はクラスに置いてもらってるだけ。お前はクラスの一員じゃない。先生はおかしい。僕がクラスに入れないように、僕をクラスから追い出すように。何をそんなに恐れてるの。僕が入ったクラスをまとめる自信がないの。図に乗るなよ。ナイスキャッチ。それやるよ。林、何してる。どうせ俺わかんないし。そいつにやるよ。そんなこと許されるわけないだろ。ならさ、新しいのくれよ。勝手にしろ。林くん、さっきはありがとう。なんで僕によくしてくれるの。よくなんてしてねえよ。黒木にムカついただけ。強いて言うなら、お前変なやつだけど嫌いじゃねえよ。好きなものを好きなように着る。誰とも違う人生を、誰とも違う歩き方で、あなたの物語に。アンテナ。